分裂更新する特別警備隊特別警備隊は内務省警視庁に設置されていた警察部隊。集団警備力として1933年に設置され、1944年に警備隊に改編されて解体された。第二次世界大戦後の警視庁予備隊、後の機動隊の源流とされている。昭和に入って、血明団事件、5.15事件、 新兵隊事件など大きな社会不安を生じさせるテロリズムが続発したにもかかわらず、このような事態に即応できる集団警備組織が存在しなかった。例えば警視庁管内では、1931年中に発生した突発的警察事故74件のうち、当務務員招集の暇なく警戒できなかったもの24件。 当筒都務員を招集して警戒したものの不十分で、あったもの26件、当筒都務員を招集して、過労死じて警戒し得たもの23件、当筒都務員招集に加えて、応援を得て警戒し得たもの1件であり、警備力不足が課題となっていた。このことから、全国警察部長会議では、警視総監、警察部長直属の集団警備力として、特別警察隊の創設を検討していた。 内務省警保局では、まず、東京、大阪、京都への創設を視野に、警保局の宮野警務課長と警視庁の三島警務部長が中心となって、具体的立案に着手した。そして1933年10月1日、訓令校第85号に基づき、警視庁警務部において、宮脇治警視の指揮下に設置されたのが、本部隊である。拳銃を構える。 特別警備隊隊員は、勤務成績の良い柔道、剣道の有段者から選抜されており、特に根区欠乏にもこらえ得ることが求められていた。人員は307名1名、警部6名、警部補14名、巡査部長26名、巡査260名であり、本部及び4個中隊で編成された。当初は本部及び各警察署に分散配備されていたが、 1934年3月25日、警視庁本部中庭に、鉄筋コンクリート構造、2階建て、多鉄棒1,155平方メートルの庁舎が完成し、以後はこちらに駐屯した。装備としては、一般の警察官がサーベルを配用していたのに対し、特別警備隊では拳銃及び探検が装備、されていた。また複製面でも、ジョージゲートルを採用したほか、 場合によって、防弾衣を着用するなどの際があった。強行系の経営、国葬や大衆運動の警備、災害時の救助活動等に従事して、集団警備力を発揮し、昭和の新選組、警官の花の通称で広く、市民からも親しまれた。1936年7月25日に、上野動物園から黒ひが脱走した事件ではニコ中隊が出動し、 朝日新聞に新選組に固中隊出動と報じられている。また同年の2.26事件の直前には、軍の不穏な動きに対し、特別警備隊に機関銃を装備して対抗することも検討されていたが、実現しないままに事件発生を迎えた。この事件では、警視庁も占拠されてしまったが、もし警察が実力を持って、これに対抗した場合、警察と軍隊が、 正面から衝突することによる人身の混乱が懸念されたことから、陸軍、憲兵隊自身による鎮圧を求めることになり、特別警備隊を含む警察はもっぱら広報の治安維持を担当した。その後、第二次世界大戦が激化し、日本本土空襲が始まると、特別警備隊は空襲の都度被災地へ出動して、警備、救護に当たった。その後、 1944年4月12日、直令第243号により主要な府県に警備隊が設置されることとなり、同年4月21日付で警視庁警備隊が発足し、特別警備隊はこれに発展的に解消して廃止された。ありがとうございます。